はい、どうも、カネリキランです。言えよ名乗れよ。俺もいること言った方がいいのかな。うん、いいよいいよ。どうも、じゃあ立川ハヤテです。はい、じゃあって何ですか。あなた別の名前いっぱいあるんだけど。いっぱいあるよ。あるよ。うん、なるほど。ってことで、うん、そこに一切つくまでにね、つくまでにね。で、というわけで今回まあデュエマの動画撮るんだけどさ。そうだね。ちょっとさ、腹減ってさ、俺は。そうだね。ちょっと今日いろいろ出歩いたじゃん。出歩いたね。久しぶりの休みでさ、調子乗ってあっちこっち飯食わずに歩き回ったらちょっと腹減っちゃってさ。腹減ったね。だからちょっと腹ごしらえしたいんだよな、俺。もう時間が時間だけどね。そうだね。ちょっと腹が減ってはデュエマができるということでさ、ちょっと腹ごしらえしようぜ。そうだね。ということでじゃあちょっと飯出そうぜ。そうだね。せーの、ドン。はい、な、はい。あれ、なんだろうな、これ。こんなサイズのカップラーメンあったっけ、キラン。いや、カップ麺は普通にこのサイズあるでしょうよ。なんだろうこれ。なんでしょうね、このカップ麺。すっごい美味しそうには見えないんだよな。そうだね。すっごい美味しそうには見えないよ、このカップ麺な。なんなんだろうね。とりあえず開けてみようよ。はい、で、まあそういうわけでね。うん。まあ、また今早くのあれスルーしちゃったけど、今回まあこの、開けないんですよ。で、今回の、デッキね。今回の最初のこれを使っていくんですけど。そうだね。なんか、蓋を開けたら3分のデュエリストってことらしいんですよ。そうなんだ。うん、あれ、どこに書いてあるの？あの、絵柄のところ。ああ、書いてあるね。蓋を開けたら3分でデュエリストって書いてあるね。ってことじゃん。で、蓋を開けて3分も待てばデュエリストになれるらしいんだけど、そうだね、動画尺的に3分できついじゃん。きついね。ということでですね、調理済みのデッキがちょっとこちらになるんですけど。そうだね。調理したんだよね、今日。調理済みのデッキこちらになります。おいしそうだね。はい。というところで、まあ、ね、真面目な話戻すと、今回はもうお互い、そのカップ麺のこのスタートデッキですね。そうだね。このスタートデッキをお互いにもう、すでにもう抜いて改造したものでね、やっていこうと思います。出来上がってるわけではないけどね。まあ、ちょっと調整段階だけどね、お互い。お互い調整段階で。お互いちょっとまだ納得いってない点がちらほらある状態ではあるんですが。ですです。まあ、視聴者さんにね、ちょっと見てもらって、そうなんだ、ね。ご意見がもらえればってところなんですよね。まあ、嬉しいなっていう感じで。まあ、ちょっと情報というかね、なんかアドバイスを、本格的に今回はちょっとアドバイスが欲しい戦いになりそうな感じがする。というところで、まあ、やっていきますか、よいしょ。だね。じゃあ、カットお願いします。はい。怖いんだよな、ハヤトな。例によってさ、お前って、さ、動画収録前のさ、肩慣らしだと回んないくせにさ、本番だと回るとか言う。動画収録始めると大体分回るっていう性質があるから怖いんだよな、お前って感じで。でもさ、それさ、キラがカットしてるからだよね。まあ実際、肩慣らしの時カットやってないけどさ、うん、結局俺のカットがいい方向に向いてるのかしら、ちょっとして。そうなんですかね。ちょっとやってみないとそこは分かんないですけど、まあ今回の動画、今回の試合はちょっと1本でいこうと思います。そうだね。1本勝負で締めて、ちょっと残りはデッキ紹介とかやって、まあこういうコード入れたらどうですかという質問が、もし視聴者さん、意見がもし視聴者さんからあれば教えていただきたいなと。そうだね。いう感じで今回はやっていこうと思います。うぼー、マジで吐きそう。吐きそう、これ。マジで。よっしゃ、自己タップルとじゃんけんぽい。勝ったー。自己選択に限って勝てるんや。おぉおぉターンエンドじゃー。ドローは。よっしゃ、早く覚悟しろな。負けるぞ。セット終了。思いっきり負けてるぞ、ドロー。よっしゃ、早く覚悟しやがれ。よっしゃ、なるほど。どうぞ。どうぞ。13分の間。今の一撃ダッシュ、ブラブレイ長官。出てきやがったぞ。こいつが出てきたらもう。あのね、視聴者の皆さん、今の今まで、その子が入って以来、収録前は全く出てないのに、今引いちゃうのね、このカード。なんか今、聞き捨てならん言葉聞くことがいいな。マジで言ってるよ、お前。マジですよ。マジで言ってるそれ。今引いちゃったよこれ。お前マジか、お前ほんと。あのさ、お前どういうことなのこれ。オリオチス召喚。お前マジさ、お前さ、どうぞ。なんてお前ほんとさ、なんてあのお前マジ、なんなんやろうね。なんてお前もうトップギア召喚終了。ドロー。ん、もう発狂状態なんだけど俺マジ。視聴者さん、これキラン見たら多分知ると思うんですけど、こうなってます今。広いよねこれ。マジっすか。どうしよう。もうさ、この前の動画と同じような展開になると思うんだけど、微妙をね。ああくっ、どうぞ。マジそれ、それ、ちょっとなんだもう。声にならない悲鳴がさっきから出まくりなんだよ。なんでさ、
あの収録前ではこうならないのに、収録してからだとこうなるの。マジさ、終了。これもうどうしてこうなったってあんまり聞かない状況ですよね、これ。これはもうこう置くしかないんだよな。どうしたのこれ。どうしたらいいんだろう、これ。エナジーライツって叫んどいていいのかな。1枚、2枚。はいはい。どうぞ。どうぞ。そうね。これどうしたらいいんだろうね。4マナ。4マナ。2枚出せるのか、一応。どうしたらいいかな。一応いるかな。ブロック上昇感出やがった。スピードアタッカーで殴って、殴った時に手札を知らせる能力なんだけど、ビオネがいて殴れないから楽しいです。オラのターンやれ、ドロー。なるほど、なるほどね。エメラルーダって言っとこう。うわー、エメラルーダって叫んで見て、見えないからすんだよな、ああいうのは。行くぞ。ギャロリーのセット。ゴーンザバラクビーのアタック。アタック時効果。パリン。さあ、アタック時効果。お前は手札を1枚選んで捨てるんだ。やだー。どう捨てたまえ。ダメだ。断らない。断らない。捨てるね。で、アタック侵略。超強いギャロリー。出てきやがった。これでやがった。まさかのチョイスだ。カーネル・サンダースの召喚。はい、固める。はい。まあ意味ないけど、特に。今出ても意味ないけどな。うん。しょうがない、それは。まあね、視聴者さんの中にね、俺がね、このデッキの赤黒で、ね、バサラのフィールドスタートデッキでギャロリーに使う人がいるなんて誰が想像しただろうっていう。そうですね。今、ハンドが腐ってるな。正体はこいつだったわけなんですよ。あの防御もどうすかな。ハンドが腐ってるな。ハンドがやばい。ギャロリンダブルブレイク。はい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 。はい、またまたお前か。召喚固める、はい、意味ない。ブラッドレインシールドブレイク。結局これブロックしたら死ぬんだよな。はい、あれちょっと待って、ブロー俺死んだ。あれ俺負けた。これで俺負けたんじゃない。こうしてで、なんかドロー操作もいらない。でもオリオチスさんに、お前まさかと思ってさ、フェアランテ進化ほほほほ、もう笑いしか出ねえよこれ。で無理だよ。カーネルのアタック時俺もやりますよ。革命チェンジ。あれ違うだろ。あれお前さ、素でミスんじゃねえよ、ここでカード。あれお前、ここでカード素で間違えんじゃねえよ。あの、視聴者の皆さん、今の素で間違えました。手札がいっぱいあってね、自分、バイクで来るじゃないですか、いつも。手札がいつもないんですよ。なのに、こんなにいっぱいあると、どれがどれか分かんなくなるんですね。こんなにって4枚じゃねえかよ。4枚だけどね。とりあえず降ってきやがれってんだ。ベルファーレ。はい。どうやね、革命チェンジね。革命チェンジね。前のコロコロ構築デッキの時は見せられなかったけど、これが革命チェンジだね。そうだね。特定の味方が殴った時に、そいつと交代で手札から出てくるとなる。エルファーレで2対6するんやけど、まあ全員ビラなんてかかってるから、どっちみち意味ないんだよ、ね。意味がないけど、一応、うん、入れ替えた方が打点になるしね。そうだね。ダブルブレイカーだね。ダブルブレイカー。だから俺はまだ諦めた。ギャルウィンが寝てるということは分かるなっていうことだ。ギャロウィンが寝ているということはつまりどういうことかと分からなって言おうと思ったんだけど、お前のバニルスの光のレジェンドリアのせいでなんか全て腐ってるわ。ああ、ちょーミラダンテでトリプルブレイク。ちょ、マジそれ。スラタン。カーネル・サンダースでやったー。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ対戦お疲れ様でしたってことで。お疲れ様でしたと。まあこれがお互いのカップ麺デッキ回だね。回だね。スタートデッキ回と。まあまだまだ改良点が大量にあるんですけど。山ほどあるけどね。まあまずハヤトのデッキの場合はまずこれミラクルミラダンテにしようぜと。そうだね、まあ、これはねまあしょうがないんだよね。ないからしょうがないんだよね。ミラクルミラダンテがないから代わりにでかいの突っ込もうぜってことでとりあえず入りましたと。そうだね、まあ、これはミラクルミラダンテ手に入る次第交代しますというところで、まあこれは決着をつけておいて。そうだね。あとはなんでリンガールとエメラルーダが一緒にいるのかって話なんですけど、うん、それはね、ほんとまだ競技中ということで。そうだね。ミストリエスが欲しいんだけど枚数集まってないから、ね、ここもまあ
あミストレース集まったらどっちか交代する方向で、リングアールが変わるのかどっちがいいのか、まあその辺もおいおい、そうだね、うん、話し合って、トリガー枠はねまあ多い方がいいやろというところで、そうだね、カーネルとスパークサーファーと、スパークサーファーとちょっと多めのトリガー構築にしてみましたと、そうだねいうところで、そう考えるとリングアールとミラルが8枚でも大丈夫そうだね、仕込むかあれば、うん、まあそうね、まあでもドロソー欲しいね、もうちょっと、まあそうだね、正直ドロソーもちょっと枠つけて入れていきたい、うん、ベストリエースを探そうというところで、そうだね、解決と、今度そちらのデッキの解説ですが、うん、そちらのデッキはねもう待ちに待ちましたよこいつ、はい、ゴーオンズバックグレー、これね俺はねエリア戦とかさ、うん、デュエルマスターカップをね俺はゲロウィンで駆け抜けたからだね、最後までこいつが最後まで駆け抜けたからね、そういえばそうだったね、こいつを絶対にまた使いたいと思ってたの、はい、いずれ闇ターンでゲロウィン使う時代はもう正直終わってしまったから、あいずれこいつをまた使えるデッキを組みたいと思ってたのね、それを探し求めていたと、でそのバサラが、はい、赤黒の2色の侵略デッキに変わるという情報が公式が出た瞬間にこいつが出るのを俺は確信した、なるほど、絶対に火と闇2色のスピードアタッカーのコマンドが出ることを俺は確信したから、その時までこいつを、ね、ファイルで温めておいた、なるほど、だから案の定出てきたこいつが、出てきましたね、もう組むしかねえだろうと、そうだね、絶対にこれはもう俺はギャロウィンを使えと神が言ってると、神は言ってるというところでもう確信した、これをね使おうというところで、なるほど、で、まあ実際のデッキレシピこうなってましたと。うんと、まあ基本的な動きはまず一撃ダッシュスタートだよね。はいはい。一撃ダッシュでスタートして、3ターン目にザ・ブラックを投げて、そのままスピードアタック侵略ギャロウィン。ただ、最速先行3ターン目でこいつを叩き出せるんだよ。なるほど。まあだから理想はこっからスタート、先行3ターン目ザ・ブラックギャロウィン。で、3ターン目にこいつをタップ状態で急がせるのが理想。なるほど。っていうところと、トリガー枠としてこいつが恐ろしいことするから。そうね、そいつね、こいつね、恐ろしいほど強いよ、恐ろしいよね、そいつね、レストリガークリーチャーで、はい、自身はパワー3000なんだけど出た時マイナス2000と自分自身がバトルする能力を持ってるんだよね、強いよねっていうところと、こいつも黒のコマンドだから、こいつも侵略できるんですね、そう、キザムが相手ターン中にトリガーで出てきてギャロウィン次のターン手札を握っていればキザムでアタック侵略ギャロウィンって言えばいいし、で逆にギャロウィンが自分のターン寝てる状態、はい、ギャロウィンがタップ状態で相手が殴ってきてトリガーでキザムが出た場合、はい、キザムでわざとパワー高いクリーチャーに自爆特攻バトル仕掛けて、はい、ギャロウィンの能力を誘発してキザムと強引に相打ち取って、うん、こっちは持ち返しっていうことができるから、なるほど、まあ、旧そのエリア戦時代でいう踊りニードル的な動きができるのね、あーなんか聞いたことあるわ、ニードルギャロウィンという動きがと似た動きがこいつでできるのね、なるほど、というところでこれが強かった、気持ち良いね、で、まあお気づきの方いると思うんですよ、カップ麺が入ってたあるここだけです、はい、これ以外のカップ麺のカード一切入っておりません、いやおかしいな、カップ麺対決って言ったからカップ麺の使ったらこれだけだからね、勝ち前しかないよ、他のカードはね、うん、残りの32枚はね全然違うところに持ちます、まあ、こちらもこちらでそれも言えないんだけどさだってこちらだって8、12、16枚、うん、半分以下使ってませんからね、うん、まあ、あとトリガーでまあデスハンズは安定だよねと。だね。で、モエルはこのディオーネを対策まず、はい、ディオーネをヨーティス、その辺のコツのメタになるカードをぶった切るための枠とキザムと相性がいいんだ。はいはい。7コスト以上の味方が出ると4000以下を破壊するという能力に7コストをクリエイターだから。だね。でしかもキザムがマイナス2000かけるんだよ、うん。キザムのマイナス2000をかけてスナイパーが起動することで2体で合わせて6000まで一回倒せるんだよ、これ。すごいね、ヒザムで前の日に選手と6000クリーチャーを燃えるで打ち抜くのができるから、それでやられたもんな俺、このコンビいますよ、うん、で、これは知らない、なるほど、入れるもんがなかったんです、なるほど、入れるもん今検討中ですと、入れるもんなかったから突っ込んだけど、これはこれで自分から自爆バトルを仕掛けてギャロウィンが誘発させるという動きができるから、できるけど、できるけどっていう感じ、まあこいつはこいつで悪くはない、一応ディオーネを打ち落としたらするから、まあそうだね、うん、まあこんな感じでしたと、そうだね、あとはまあ視聴者さんにアドバイスを求めたいところで、まあ、うん、まあ、どれだけの視聴者がこの動画を見てる、この動画を見てくれてるか分からないけど、まあそうだね、まあそんな感じでしたと、まあこれから少しずつ改良を加えていけたらいいなと思う ね、うん、まあそんな感じでした、ご視聴お疲れ様でした、ご視聴お疲れ様でした、おかしいなそれ